諏訪 EWA4 番街大会に4番街祭り大会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。これより EWA4 番街祭り大会を始めるにあたり、簡単な注意事項を説明させていただきます。ですね、このお祭りなんですけど、先ほどから神輿が通っていると思うんですけれども、ちょっとですね、神輿の通り道を通るのに、確保するのにちょっと神輿が近くにちょっと広がっていると神輿通れないので、ちょっと選手の方からですね、前の方に出て詰めていただくことあると思うのでご協力お願いします。はい、ですね、本日の、解説、実況解説、実況を務めさせていただきます、私スナイパー健太です。解説にはですね、 EWGP のヘビー級チャンピオンであります、この方に来ていただいております。セトンコーチです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。セツさん、はい、EWA ですね、参戦したかれこれ10年以上なんですよ。はい、ちょっとですね、お客さんにちょっと聞いてみましょうか。お客さん、の中で EWA 知ってますよという方どれくらいいらっしゃいますかね。ぼつらぼつらという感じでありがとうございます。この中で結構プロレス何回も見に来たことあるよという方、ちょっと結構いらっしゃいますね。それ以外の方はプロレス初めてって言うんですかね。はい、じゃあちょっと最後まで楽しんでいただけますので、選手頑張りますのでよろしくお願いします。ですね、写真とか動画はですね、以前もう好き放題撮ってもらって構いませんので、じゃんじゃん写真撮ってですね、 SNS の Twitter とか Instagram とか、バンバン上げてもらって構いませんので、よろしくお願いします。ガンガン選手に声援を送ってですね、応援お願いします。それでは本日の対戦カードを発表いたします。第1試合シングルマッチ15分一本勝負、キングショー VS 中社。第2試合シングルマッチ20分一本勝負、七田じいちゃん VS ダンプ力丸。第3試合タッグマッチ30分一本勝負、羅生門原千春組対ザ・ビッグバックへレザーディファントム。そしてセミファイナルスペシャルシングルマッチ30分一本勝負、木本亮太 VS ボニータ・アスカ・ラングレ。最後に本日のメインイベント EWA 4番街チャンピオン祭り前哨戦スペシャル6人タッグマッチ60分一本勝負、ジャイアント力丸のりお、エイミー遥か VS 陣光寺、西洋隆之、瀬戸光志。以上5試合となっております。最後までお楽しみください。それでは本日のオープニングマッチ、第1試合シングルマッチ15分一本勝負を行います。まずは赤コーナー、キングショー選手の入場です。続きまして青コーナーより中社選手の入場です。中コーナーの金社選手は新人なんですか。まだ3戦目でだいぶ来て嬉しいですね。と雰囲気からそうは感じられないですよね。
青コーナーの中車です。さあ、先生、はい、ちょっと顔が甘いマスクでかっこいいですね。そうですね、イケメンということで、まあ、あちこちで人気ありますね。イケメンレスラー、いいですね。レフリーレッスン男、さあ始まりました。本日の第一試合、キングショー VS 中車。顔にペイントしてる悪そうなやつがキングショーですね。はい、そうですね、はい、で上半身裸の、まあ、ちょっと顔がかっこいい方が、中車選手と、はい、この2人実は兄弟だって知ってました？知ってました。兄弟対決なんですよ。さあロックアップから、さあクリーンブレイクです。似ても似つかない兄弟ですね。ちょっと全然似てない兄弟ですよね。どうで、ちっちゃい方が兄貴ですね。で、悪そうなのが弟なんですよ。そうですね、ああ弟の方は親の愛情を受けなかったんじゃないですか。もしかしたらそういう、そうですね、弟はグレて、ああああ、お兄ちゃんはもう至って好青年という感じですけど、す、ね、さあ、ロックアップ。おっと、個人的な感情入ってますよね。そうですね、仲悪いんですかね。さあ、ハンマー、さあ、ストッピング。さあ、キングショーがちょっと主導権を握ったか。このキングショー選手ってあれですね、ウェイトリフティング出身なんですよ。そうですね、180キロぐらいこう真上にこうジャークで上げる、まあ、選手だったんですよ。パワーはすごいですね、はい。さあ、そしてボディスラム。さあ、カウントカウント1です。さあ、今のところ弟の方が押してますね。そうですね、はい、ちょっと受けてる感じも見受けられますね。あ、お兄ちゃんの方が受けてあげてると。お兄ちゃん優しいですね。そうですね、僕兄弟いないんでちょっと分かんないんですけど。さあ、ストンピング、コーナーでストンピング。さあ、カウント5以内は反則にならないですからね。はい、まあ、こういったところはちょっとヒール有利と言いますか、存分に使って、まあ、そうですね、ルールの範囲内で存分に攻めていきたいといったところでしょうか。さあ、キングショー若干手が止まったか、まあ、おっと、すくい投げ、ちょっと崩れましたね、はい。まあ、ちょっと若干ね、まだ新人ということもあって、まあ、ちょっと攻めあぐねてるところもあると言いますか。さあ、ここで攻守が入れ替わった、顔面にスライディングキック、結構いい形で顔面入りましたね。そうですね、はい、強烈な、普段よりも強烈な、おっと、ストンピングが多い。ちょっと兄貴をなめんなよといったところでしょうか。お兄ちゃんもね、ちょっとプロ出身なんですよね。そうですね、はい、だからまあちょっとこの世界甘くないぞという感じなんでしょうか。さあ、暑いですからね、リングもすごい熱くなるんで、ちょっと選手のスタミナもね、結構心配なんですけれども。そうですね、はい、さあ、ヘッドロックで絞り上げていく。グラウンドはやっぱりこうキャリアのある中車選手の方が若干有利といったところでしょうか。中車選手結構グラウンドテクニックありますからね。そうですね。さあ、ロープが近いか、ロープブレイクか。さあ、どうなるか。さあ、おっと、返させませんね。こういうところ結構中車選手グラウンドにちっこいと言いますか。そうですね、はい、簡単には主導権を握らせないですね、はい。さあ、やっとキングショー選手返しました。さあ、そして素晴らしいブリッジ。さあ、返した。そしてまた今朝固め。そう簡単にはいかないですね。そうですね。さあ、簡単には返させないと言ったところでしょうか。今朝固めで締め上げていく。このね、キングショー選手もマットに寝ているだけなんですけど、このように見えるんですけど、やっぱり結構スタミナ食うんですよね。そうですね、もうこの厚いマットに寝ているだけでスタミナ食われてますよね、はい。またこのアマチュア仕様のね、この柔らかそうなリングがまたこうスタミナを奪うんですよね。動きづらいと言いますか、はい。
さあ、そしてクロックヘッドシダーズ、足で頭を絞り上げていく。さあ、そして中車はこうして、お、倒立は素晴らしい、拍手をお願いします。さあ、足で拍手をしてくれと、さあ、催します。さあ、そして、おっと、ビンター、なかなか主導権握らせないですね。そうですね、結構厳しい攻めです。はい、さあ、そして肩逆エビ固め、若手殺しのこの技で、さあ絞り上げていきます。さあ、6分いく、ちょっと中島選手の方がちょっと余裕ありますね。そうですね、最初は結構キングショー選手攻めてたんですけど、はい、やっぱりフティングティシーといってもやっぱりまだ新人ですからですね。はい、さあ頑張ってほしいですね。あっと、手に噛みついた、これは汚い。さあ、そして場外に落とす、場外乱闘でしょうか。さあ、セコンド気をつけてください。さあ、選手も気を、お客さんも気をつけてくださいね。選手近く行きますからね。うわぁ、顔面をかきめした。さあ、鉄柱攻撃、こういってラフになるとちょっと翔選手有利ですよ。セコンドが、セコンドがですね、あっと、これシンネブロプロレスのハルカショーですね。あのアンドレザジャイアントパンダで有名なシンネブロプロレスのハルカショーがキングショー選手のセコンドについて無知攻撃ですよ、これ。少し喜んでます。ライズ選手若干顔がほころんでますよね、無知で戦われてるのに。イケメン女に何すんだお前、イケメンなら何でもいいのか。今度はセコンドがなんかイケメンなら何でもやっていいのかって、そんなに手出すなとか言ってますけどね、やじってますけど、あのお客さんも、まあ何なりとやじなり応援なりしてください。さあ、結局中下選手が場外乱闘でも主導権握り返しますよね。ペースで掴むのはうまいですからね。そうですね、こういったところで、まあ、一石の長があると言いますか。さあ、さあ、ここは意地の見せ所だ。張り返せ、張り返せ。さあ、キングショー選手も負けてないですね。体はタッパーはやっぱりキングショー選手の方がありますからね。そうだよ。さあ、ロバして、さあ、カウンター。おっと、レフリー巻き込まれた。そして、おっと、これあと競技ですね、これラチェットですね、あのコーナー絞り上げる、あの工具ですよ。おっと、レフリーちょっと頭打っちゃいましたかね。さあ、そしてここで何をするのか。おっと、ラチェット持って、おっと、ロープあたりですね、アピールしてますよ。ああ、おっと、ちょっとこれはアピールが裏目に出たか。アクシデントです。アクシデントなのか、ちょっと余裕な感じを見せようとして失敗してしまいましたかね。そうですね。さあ、ちょっとリングのロープもちょっと若干弱いかもしれないですね。ちょっと緩いですね、このロープが。プロのリング、ワイヤーじゃなくてロープなので、ちょっと天候によって伸び縮みするんですよね。そうですね、そういうのはちょっとあったかもしれないですけど。さあ、素晴らしいブレインバスター。さあ、カウント2、凶器は使ってないっていうこと。そうですね、まあお兄ちゃんですからね、頭割るわけにいかないですからね。さすがに肉親の頭を凶器で割るわけにはいかないですからね。さあ、そしてここで、さあ、逆エビ固めだ。あーっと、この暑い中でこれは苦しいですよ、息ができないですからね。いいですね。はい、胸元が。さあ、わーっと、体重が完全にかかった。さあ、これは苦しい。うわーっと、絞り上げる。ちょっとロープが、おっと、なんとかブレイク、ブレイク。さあ、拍手お願いします。ロープブレイクとした中田選手、見事です。拍手お願いします。さあ、ちょっとキングショー選手、この辺ちょっとフィニッシュ狙っていきたい流れですね。そうですね、こう畳みかけだいぶ、はい、畳みかけていきたいところです。さあ、そして担ぎ上げて得意技いくのか。おっと、しかし中下選手返した。おっと、ヒルキック結構入りましたね、後頭部。いいの入ってますね、今。はい、はい、立て立て。中下選手はやっぱキャリア長いから、相手が何やってくるか、新人が何やってくるか分かるんですよね。さあ、フィッシャーマンバスター、素晴らしいブリッジ。そして、そのまま
また逆指固めだ。さあこれは苦しい。ロープちょっと遠いですね。そうですね、これさあさらに絞り上げていきたいといったところ。さあ両方に持ち替えて完全に決まった。逆指固め完全に決まりました。さあ手を伸ばせばロープに届くか。あーの届きました。さあ完全に流れは中島選手の方にまた傾きましたね。そうですね、もう決めにかかってるような感じはしますね。さあ決めにかかった、決めにかかるのか。さあコーナーに設置してダブルヒルキック、ダブルニールニーキックですね。さあいった。そしてさらに後頭部、終わり。さあ終わりとフィニッシュ宣言が出た。さあ得意の得意の何人も沈めてきた。この技で決めるのか。これは決まるぞ。ヘッドバットで返しました。まだ目死んでないですね。そうですね、キングショー選手。さあ一気に逆転。さあ得意技の、さあ決まるのか。 F5。 さあフォール。さあ返されてしまった。これラッシュ欲しいですね。そうですね、ここ攻め立てないと。はい、ここ攻め立てれば大金星チャンスありますよ。お兄ちゃんやっつけちゃいますね、弟が。ひねりですからね。はい、よし上げろ。さあ完全に、さあもう一発。おっとしかし返した。おっとタイガースブレックス決まった。11分24秒。タイガースブレックスからのタイガーで中島選手の勝利でございます。